都圏にある築二十数年の一戸建て。前回我々は不思議現象が続発するこの家の検証を試みた。ゴミだらけの部屋に頻発する不思議現象を家主は、小学生の時に亡くなった母が、それで女性の声。我々が設置した機材は不思議な現象を確かに捉えていた。この声似てますね。果たしてこの音は何なのか。この不思議な音は山と積まれたゴミが原因なのか。専門家の指摘でゴミを一掃。しかし現象は一向に収まらなかった。今人の声したね。今ハーって言いましたよね。今した。そこで今回音の発生源を特定するため最新の科学機器を導入。さらに建物の不思議音を研究する安岡氏に現場の調査を依頼した。そして浮遊する発光体、この現象は何なのか。物理学者の大槻教授に現場の検証を依頼。これはね、再現できると思いますね。前回の取材から半年、我々は家で発生する音の専門家安岡氏と共にこの家を再び訪れた。お願いします。じゃあ奥の方から見せていただきます。はい。その後、はい、音の感じはいかがですか。今でも相変わらず前歯のように聞こえてますね。方向はこうなんかあります？どっちか。ちょっとね、特定はできないんですけど、やっぱこの部屋周辺かこの、全体から聞こえてるよ。はい、そうですね。今も不思議な音が今全体から発生しているという。そこで今回音のする方向を捉える最新のノイズビジョンを今の中央に設置。音の発生源を映像として捉えることにした。音の赤色の広がりですよね。面積によって割と狭い部分から音が出てるというのも分かるし、真ん中のやっぱり中央に近い方が大きいということが分かりますよね。さらに浮遊する謎の光を捉えるため、前回多発した床の間に向け赤外線カメラを配置。ノイズビジョンも加えて不思議現象を漏らさず捉える体制を取る。そして白い発光体がたびたび捉えられた仏壇の方向にも赤外線カメラを設置した。不思議音の発生に備え高性能マイクを配備。今の横で音をチェックする。2階の定点基地では今の映像と音声を観測する体制を組む。観測1日目の目的は不思議な音が発生する場所の特定だ。果たしてノイズビジョンはその場所を捉えられるのか。午後10時観測開始。開始早々激しい音、ノイズビジョンが発生源を捉えた。これもやはり門下家の天井ですね。当初音は廊下側の天井から集中して発生、やがてその音は移動を始める。だんだんこっちに出てくる。新しいもんですね。はい。だんだんこっちに出てくる。新しいもんですね。はい。その後さらに右方向に移動。ああ飛んでる飛んでる。その直後謎の発光体が現れた。その不思議な現象を赤外線カメラが捉えた。そしてひときわ大きな音が今に響いた。おお、すごいですね。仏壇と家の上あたりの天井になります。わお。わかりました。ちょっと行きましょう。音は左から右へ大きく移動していた。音源を特定するため今へ降りた。この柱の上、
天井部分のこの辺ですね。ちょうど私の部屋とあの子の部屋の中間ぐらいですかね。この建物の音ってどうしてたんですか。温度変化が原因で伸び縮みがしてる場合と、建物全体がこう何気なく動いてるってのもありますから。では温度変化はあるのか。その変化を捉えるサーモトレーサーを天井に向けた。しかし大きな温度変化は見られなかった。この部分の温度変化はそれほど極端なものではないので、この部分から特に音が出てるということは考えにくいですね。音の原因は天井の建材の伸縮によるものではないという。原因はその奥にあると思われた。2階へと向かう。ここの上下、そうですね、この下階段はここだから兄弟的にもこの辺ですよね。今やっぱり考えたらここですね、音は、うん、ここの部分から出てるようですけれども、ここに壁があるみたいですけど、ここにこの大きい囲ってるところは何でしょう。これはクローゼット、元クローゼットですね。安岡氏はこの閉ざされたクローゼットに音の原因があるという。隣の部屋改装した時にクローゼット怖いって言うんで閉じちゃったですね。何か音に影響するとかということはありますか。多少響きやすくなる可能性はあります。この空間が小さな音を増幅させている可能性があるという。今日調べたところでは、はい、ほとんどの音が建物から出てる音ですね。不思議音的な音は今日は出てないようですね。もうちょっと長い間観測したりしてればそういうのも出るかもしれませんけど、今日音は全て家から発生したものだと安岡氏は判断した。翌日、音の発生源と思われる元クローゼットの解体をリフォーム業者に依頼。早速その作業が行われた。およそ1年半ぶりに開けられる元クローゼット、そこに音の発生源があるのか調べるため作業が始まった。開きましたね。家主が恐怖から閉ざしてしまったクローゼット、その中は空間が広がっていた。これがわずかな家のきしみや建材の伸縮による音を増幅させていた可能性もある。お母さんの物ですよこれ。そこにはネズミに蝕まれた遺品と糞が散乱していた。ネズミですね。音源はネズミだったのか。これで音は鳴り止むのか。改めて観測の準備を進める。観測2日目。今にはサーモトレーサーを設置、温度変化を捉える。さらに今全体をブラックライトで照らし、発光体を肉眼で捉える実験を試みる。実験開始からわずか数分後、ズシンって感じたね、はい、下でなんか非常に大きな音聞こえましたけど、そちらでは分からない。はい、上で聞こえてるんだけど下で聞こえなかったという。開始早々激しい音が発生。しかし1階の音声スタッフには確認できていない。実際にはどのように聞こえるのか。って言ってる人ですね。ちょっと女性っぽい。そうです。ああ、ああ。結構女性でした。女の人の声です。ああ。本庁さん聞こえます？聞こえてる。耳で聞こえるの？
ットホン取ると聞こえるんですよね、かすかに。上ではですね、その女性の声というのは聞こえるものと聞こえないものに分かれてるんですよ。私には聞こえませんでした。あ、私聞いてます。はい。この音はなぜか聞こえる人と聞こえない人がいた。あ、お、何？仏壇の前、白い光のようなもの。なんと前日に続き、またも仏壇の上に浮遊する謎の光が現れた。そして床の間でも赤外線カメラが捉えた。ん？浮遊する光は一体何なのか。ちょっと行ってみる。インスタントカメラでその光は捉えることができるのか、撮影を試みた。すると、やっぱりここなんか映りますね。掛け軸の横に光の帯が映った。この場所では以前にも同じ光を捉えていた。ここ光ないでしょ。ないですよね。ここね、何もないでしょ。別のスタッフが試しにインスタントカメラで撮ってみる。やはり同じように光が映った。だがその原因は思わぬところから判明した。スタッフが懐中電灯を照らすと、そこに写真と同じ光の筋が映った。ここに反射がこう来ると、こういう光ができるんですよ。この光は手前のプラスチックに反射したものだった。ほら、これじゃないですかね。だがこの時サーモトレーサーには浮遊する謎の光が捉えられていた。そして今を移動するスタッフの後ろにも謎の発光体が捉えられていた。この光の正体は何なのか。我々は物理学者の大槻教授にその解明を依頼。空気の塊。ついにその正体が明らかに。あ、お、仏壇の前、白い光のようなもの。大槻教授に赤外線カメラが捉えた映像を見てもらった。これは対流がね、空気の対流が起こってると。どんどん静かにしていってもやっぱり対流が起こると。それによってやっぱり空気の塊が発生する。大槻教授は光の玉は対流によって発生した空気の塊が移動したものだという。これも実験でやっぱり再現検証できると思います。大槻教授と現場へ向かった。早速大槻教授は光の玉を捉えた室内を検証する。仏壇の方向に赤外線カメラ、これですね。でこちら赤外線ライト、これ赤外線出してるってことはすごくこれ熱いんですよ。これ大量起こってる。大槻教授は撮影中の赤外線ライトが熱を持ち、空気の対流を引き起こしているという。大量起こってる。暖かい空気ってのは上に上がりますからね。で冷たい空気が周りから下こう沈んで、これが対流ですよ。こう循環こうね。羽毛で空気の対流の状態を調べてみた。強い対流を起こすために置いたストーブの上で羽毛を離すと、暖かい空気に乗り天井へ、そして冷えた空気の壁沿いを急降下した。大槻教授はこの部屋で光の玉を再現するという。そのため光の玉が捉えられた撮影時よりもあえて強い対流を起こした。するとその直後、空気の塊。なんと光の玉が発生した。空気の塊、エネルギー。ストーブの熱など激しい温度差の対流によって発生した空気の塊、そのエネルギーが赤外線カメラに反応したと大槻教授は言う。さらに光の玉の不思議な動きも空気の対流が引き起こしている。この動きも再現できるという。
大流の中で羽毛を飛ばしてみた。それぞれ同じような動きで羽毛と光の玉は移動した。全くそっくりな動きをしておりますからね。それは結局あの対流、こういうのが起こっている証拠だと。謎の光の玉は激しい温度差の中、空気の対流を起こすことで再現することができた。それは我々が赤外線カメラで捉えたものと同じものに見えた。